水谷千恵子50周年記念公演に出演します。バッファロゴロ A です。千恵子先生、50周年おめでとうございます。50周年というのは大変な道のりだったと思いますけども、僕は先生はさらにお元気に100年、200年と頑張っていただきたい。そのまだ最初の段階だと私は思っておりますので、先生これからもお体ご健康お気をつけて頑張ってください。おめでとうございます。正直今回はないかなって思ってたんですよ僕。はい、別に何をやらかしたわけでもないんですけども、先生はさすがにもう飽きてきてるんちゃうかなと思ったら、いやまさかので、先生何が良かったんですかって言ったら、やっぱり声が大きいとこねって言ってくださった。でも僕はもう声、親に感謝です。声を大きく産んでくれたね、そんな声を大きく産んでくれてよかったなと思って、はい。だからでも本当に楽しみです。やっぱせ、あの先生は僕たちみたいな、ね、若輩者に対しても緊張しないように自由にやらせていただくんで、まあ、先生が怒ってるところは僕は正直一度も見たことがないんで、はい、やっぱりそうですね。だから逆に甘えずに、3回目だからといって甘えずに、はい、逆に初日初めてのようにビシッといきたいなと思っております。うどん屋のバンプやって聞いたんですけど、実はヒーローというか最後こうかっこいいとこあるんですかって言ったら、9割9分ないって言われたんです。みんな絶対あるじゃないですか、実は忍者だったとか、実はいや悪者だったっていう、こうミステリーやでこの活劇的な、なんかそういうところに僕は加わるんかなって言ったら、いや9割9分ないですって言って、うどん屋の番頭やって言って、あそうですかって言って、水谷千恵子50周年記念公演、今回なんと3回目でございます。3回目も、負けず劣らずですね、本当に楽しく、そして感動、笑いあり涙あり、素晴らしい舞台になることお約束いたします。明治座でお待ちしております。